はい。基礎から学べるバレーボール上達の鍋です。この動画ではバレーボールの技術を学ぶ過程でつまずきが起こるポイントを解決して皆さんと一緒にレベルアップを目指す動画になります。今回はヤフー知恵袋の質問に答えていきます。今回の質問が高校の男子バレー部です。セッターをやっています。トスについてですが、オープントスを上げるときにボールのコントロールができません。トスが割れたり、ネットに近すぎたり、また越えたりとトスが安定しません。中には綺麗なトスも上がります。僕の利き腕は右です。どうしたら綺麗で安定したトスが上がるようになるのでしょうか。練習法を教えてください。また腕や手首などに問題があればトレーニング法も教えてください。よろしくお願いします。っていう質問です。はい、じゃあ今回の質問なんですけども、男子高校生で、セッターをやっていますと。で、オープンを上げるときにボールのコントロールがなかなか効かないので、どうやったらね、安定してトスが上がるようになるのか、練習方法とか、トレーニング方法を教えてくださいっていう質問ですね。セッターの方でね、トスが乱れるっていうことは、質問はね、たくさん来ますね。同じように思っていること。誰もね、誰しも思うじゃないですかね。オーバーハンドパスを覚えるときには誰しも思うことなので、このね、質問は多いと思います。私の方でもね、以前にね、動画でも、ブログの方でもね、オーバーハンドパスが左右にブレるみたいな感じで解説をしています。ちょっと解説をすると、原因一つ目が、正しいね、パスの構えができていない、土台ができていないからトスがブレるっていうことがあるので、でボールを捉える位置は額の上の、ね、10センチから15センチぐらいのところでないと力が十分に伝えられませんと。差し指と親指で正三角形を作るようにして、肘はねハの字に開き、指は第二関節でボールを包み込むようにするなど、基本がね、できていないから、正確なパスができないっていうことがあります。あと原因二つ目が、ボールを捉えるタイミングが悪いですね。ボールを捉えるときに、バラバラ、いつも同じように捉えていないので、ボールがね、うまく飛ばないっていうことがあるので、ボールに早く触りすぎたり、遅く触りすぎて、触るタイミングが一定ではないので、パスがバラバラになるっていうことと、あと原因3つ目が、これよくあることなんですけども、ボールの下に入るのが遅いっていうことですね。セッターってやっぱり一番大事なのが、ボールの下に素早く入るってことなんですね。素早く入ってあげるってことが大事なんですけども、そのボールの下に入れなくて、体に斜めだったりして、ギューっていうふうに、無理やりね、その手首とかでギューっていうふうに上げると、やっぱブレてしまうので、ボールの、ね、下に入るのが遅いっていうのも、そのブレる原因になります。いろいろね、動画だったり、ブログっていうのがあるので、下にね、リンク貼っとくので、もしよかったら見ておいてください。それでね、一番大切なのが、自分のね、上げる時の型を作るっていうのが一番大事なんですよね。ゴルフとかね、ボーリングなどでもね、ボーリングだったらね、やったことあると思うんですけども、しっかりね、フォームを固めてから、狙ったところに、ボールをコントロールしますよね。ボーリングだったら。ボーリングって投げる前に、しっかり自分の構えして、どの辺狙うかっていうのをね、決めてから振りかぶって投げると思うので、その型っていうのが大事なんですね。で、バレーボールに関しては、その動いてるボールをね、取り扱うので、同じようなね、形で毎回、ボーリングみたいに同じようなね、タイミング、同じような投げ方で投げることはできないんですけど、動いてね、ボールが動いているので、同じようにはできないんですけども、基本的な考えとしては自分の型で毎回上げるっていうのが考え方としては同じなので、自分のね型を作るっていうのはとても大事になります。まずはね、自分のそのトスを上げる型、まず基本っていう土台っていうのをしっかり身につけてもらって、こういう時にはこのトスを上げるか、自分のね形っていうのを作っといて、それに合わせてボールの下に素早く入って形で上げるっていうことを気をつけてもらうといいと思います。それでトスがね安定してできるねセッターに関しては、ボールによってねいくつかの形を持っているっていうことがあるんですよね。ジャンプトスをしてあげる時の形、バックトスをする時の形とか、あとサーブカットが短い時の入り方の形とか、入ってあげるみたいな感じとか、その自分の形っていうのを3、4パターン持ってるんですよね。その形に合わせて毎回毎回上げているので、サーブカットと毎回違った感じで
トスを上げるんじゃなくて、毎回同じように入ってきて、スパイクボールにして入ってきてトスを上げる、自分の形で開けるっていう風にしてもらったらいいと思うので、今回の質問者さんの場合だったら、まずは自分のその型っていうのが決まっていないんですね。なので自分のまずその綺麗に上がるような形っていうのを、まずはしっかり、まあね、ブログとか動画とかっていうのを見てもらって、まずは自分のね、形っていうのを身につけてもらったらね、いいと思います。例えばね、ゴルフだったら、まあ、よく私ゴルフやったことないですけども、まあ、ドライバーだったり、アイアンだったり、あのバンカーだったり、あとパットだったりっていう、それぞれね、クラブに対してのその打ち方っていうのがあるはずなんですよね。ちょっと私ゴルフやった時はないのでわかんないですけども、クラブによっての打ち方があるので、そのボールに対しても、そのいろんなね、その形っていうので上げる必要があります。なのでね、セッターって小手先にね、トスをね、なんか手首を使っただけで、ポン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 上げるっていうよりは、自分の毎回同じような形で入って、トスを上げるっていう。そうなので、しっかり自分でまずオーバーができるね、土台作りっていうのをしっかりね、身につけてもらうっていうのをしてもらった方が、まずはいいのかなっていうふうに思います。で、それでまあ練習方法ですけども、私がね、セッターをしていた時にやった方法なんですけども、2人で練習して、バスケットゴールに向かって2人で練習します。ボールを上に上げて、バスケットゴールを磨けて上げると。球を入れて、で、また返してもらってあげるっていう風な練習をやっていましたし、あとトスがね、ブレる原因っていうのよくあるのが、ネットに対して体がね、その平行になっていないんですね。よく私が言うのは足の向きっていう、足、上げる方向に足を向くっていう。で、だからネットに対して足をね、平行にして、その平行にしてあげると、意外とね、体の向いてる、足の方向に向いてる方向にトスが上がりやすいので、上げたい方向に自分の足を向けるっていうのも、まあ、私はね、いいと思います。あと大事なのが、ボールの下に素早く入る。どんなサーブカットが来ても、ボールの下に素早く入って、トスを上げられるように、これはね、繰り返し練習するしかないんですけど、しっかりボールの下に入って、トスを上げるっていうことを練習してもらうといいと思います。あと左右にブレるっていう時には、手首だけね、返そうとする人はいると思うんですけど、そうじゃなくてしっかり肘まで伸ばしてやるとしっかりまっすぐ飛ぶので、手首だけでねポン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 って返すんじゃなくて、膝をしっかり伸ばしてトスを上げるとしっかりビューンというふうにまっすぐ飛ぶと思うので、それはねトスの感覚についてはたくさんね練習してもらって、あとはね自分なりにその身につけるしかないです。コツとかっていうのはないです。これは基本的にはたくさん練習をして自分で、まあ、これ上手くなるしかないと思うので、まあ、バスケットゴールにね、入れたりなんかして、まあ、練習をしてもらえればな、というふうに思います。はい、じゃあ今回の質問なんですけども、高校男子バレー部でセッターをしていて、オープントスを開けるときにコントロールはできませんと。練習方法やトレーニング方法をしてくださいっていう質問にお答えしました。この動画に対する質問、バレーボールの質問はコメント欄にお願いします。この動画の方はね、高評価ボタンお願いします。チャンネル登録をしない方はチャンネル登録もお願いします。Twitter や LINE アットもしてますので、フォロー等々お願いします。また明日も動画開けますので、必ずお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。